ここに一冊の本があります。それがこれ、以前にもご紹介した室伏式世界最高の疲労回復。皆さんもご存知の伝説的アスリート、日本陸上競技選手権前人未到のハンマー投げ20連覇、オリンピックでも2大会で金メダルと銅メダルを獲得し、今や東京医科歯科大学教授、スポーツ庁長官を務める室伏広治さん。そんな彼が書いたこの本、個人的にこの本の中で最も役立ったのが、そう、室伏式最強レシピ。最強というこの言葉、これは誇張表現なんかではなく、室伏さん自身が実際に書籍の中で最強と書いているのです。そんなまさにレジェンドである室伏さんの体を作っていると言っても過言ではない、全アスリート、いやアスリートでない人にもおすすめの最強レシピを本日はお伝えします。この動画を最後まで見ると、最高のパフォーマンスを引き出せる室伏式最強レシピの全貌がわかる。ぜひ最後までご覧ください。このチャンネルでは、知識を速さにという言葉をキーワードに、運動経験ほぼゼロから独学でトライアスロン日本代表になった僕が、書籍をベースとしたスポーツやパフォーマンスアップのノウハウを分かりやすく解説します。根拠のある知識を知りたい方はぜひチャンネル登録をお願いします。いきなりですが、これが室伏式最強レシピです。その名もトマトのレモン汁がけです。調理方法は至って簡単。その名の通り、トマトをざく切りにしてレモン1個分の搾り汁をかけて完成です。そう、誰でも手に入れられる食材ですぐできるという圧倒的再現性、これもこの最強レシピの強みの一つです。室伏さんが最強と呼ぶこのレシピ、トマトのレモン汁がけ。室伏さんは現役時代にほぼ毎日欠かさずに野菜や果物を食べていました。そしてその主食と言っていいほど毎日食べても飽きないぐらい大好きと豪語するのが、このトマトのレモン汁がけなのです。そして最強レシピと言われるゆえんが、その豊富な栄養にあるのです。まずはトマト。トマトには水分、ミネラルが豊富であり、老化を防ぐリコピン、粘膜の正常な働きを助け、風邪などを予防するベータカロテン、塩分の排出を助けるカリウム、腸内環境を整える食物繊維、骨格筋の筋肉を構成する筋繊維をサポートするビタミン C、 旨味であるグルタミン酸、アスパラギン酸が入っています。そう、なんとトマトには多種多様な体にいい、言い換えればパフォーマンスアップにつながる栄養素がたくさん入っており、まさに最強食材なのです。そしてレモン果汁です。このレモン果汁をかけることで、ビタミン C はもちろんのこと、疲労回復に効果があると言われるクエン酸、血管にいいとされるビタミン P とも呼ばれるルチン、そして最も重要なのがその酸味です。この酸味が食欲をそそり、飽きることなく食べ続けられる秘密でもあります。これがトマトプラスレモン果汁という黄金の組み合わせであり、室伏さんに最強と言わしめるほどのおすすめレシピなのです。このトマトのレモン汁がけ、僕も夏場はよく食べているのですが、本当に美味しく、アスリートに関係なくおすすめできる夏バテ予防レシピでもあるので、ぜひ一度作って食べてみてください。やみつきになること間違いなしです。今回はこの本、室伏式世界最高の疲労回復から、室伏広治さん直伝の最強レシピをご紹介しました。このチャンネルでは、運動経験ほぼゼロから独学でトライアスロン日本代表になった僕が、書籍をベースとしたスポーツのノウハウやモチベーションを上げるヒントを分かりやすく噛み砕きながら解説します。もしよろしければチャンネル登録をお願いします。それではまた次回お会いしましょう。